はい、じゃあ始めて改めて自己紹介から始めさせていただきます。前、民主主義フォーラムの1回目の研究会に報告させていただいて、その内容より今回の調査の目的に合わせてちょっと報告、させていただこうかなと思ったんですけれども、ただその時にいらしていない方も半分ぐらいですよね。だからその内容もちょっと踏まえながら報告させていただきたいと思います。また繰り返しになりますけれども、自己紹介簡単に言いますと、2005年にですね、韓国から京都にいて、日本に来てもう10年目ですね。京都大学でずっと勉強してて、去年4月に静岡にある常葉大学というところで政治学を教えています。2013年にですね、今まで研究をまとめた李官企業主義的雇用政策の分岐という本がミネルヴァ書房から出てるんですけれども、もし興味がある方は李官の雇用政策の変化が労働組合の戦略によってどういうふうに違っているのかっていうことに、もしご関心があるのであれば、そちらをちょっと参考にしていただければと思います。それでですね、今日の報告のテーマはですね、2014年度の日本学政治学会で報告するものなんですけれども、今回の調査目的と合っているかなと思って、それを報告させていただきたいと思います。それから今日対応してくれる遺産部共同委員長なんですけれども、1時半にですね、他のところで会議が終わってすぐ来るということで、多分おそらく2時半前には到着すると思います。スタッフにはもう先生がいらしたら、いつでも来てもいいので、この先生が来る次第で私の報告を切るという感じで進めたいと思います。それでですね、前もって原稿をちょっとお送りしたんですけれども、それに沿って報告していただきたいと思います。その報告の目的が何なのかというと、最近韓国の直接行動、何かというと、この2ページにあるところ、直接行動をめぐる論争があるんですけれども、直接行動は非暴力的な方法による阻止や拒否を意味するものであり、代理民主主義の下での抵抗手段として認められているということなんですけれども、ただですね、これは政治学者の中でもいろんな論者がいて、どういうふうに見るかっていうのは議論がそれぞれあると思います。とにかくその直接行動が政党システムにどのような影響を与えたのかを分析し、韓国における直接行動の意義と見解を検討するごとにしたいというのがこの報告の目的であります。研究の背景としてはですね、2008年に韓国では米国産牛肉輸入問題をめぐって、すごい反対デモが起こったんですけれども、それを中心に議論したいと思います。ただですね、それを韓国の事例を見るだけじゃなくてですね、東アジアの文脈でどういうふうに理解するかということで、最近日本では脱原発問題で官邸周辺のデモがありましたし、台湾でも中国との自由、貿易自由化をめぐって今官邸周辺のデモとかがあったんですけれども、そういうものがですね、どういう意味があるのか、特に東アジア、日本、韓国、台湾はずっと保守政権が続いている中で、政権交代が起こるともっとマシな民主主義ができるんじゃないかと期待してたにもかかわらず、2回、3回も政権交代が起こった後にこういう直接行動が優勢になる理由は何なのか、それを含めてですね、ちょっと
議論したいと思います。ということでですね、特に直接行動というのはアジアだけのものじゃなくて、まあ、先進国の、まあ、現象であります。特に民主主義に対する信頼低下というのはもう先進国共通の問題なので、そういう傾向と、それから保守政党が強い東アジアという特徴を踏まえながらですね、直接行動がどういう意味を持つのかということを少し説明させていただきたいと思います。それでですね、直接行動が何なのかっていうのは、目的が何なのか、つまり公共の利益なのかどうかっていうことと、それからその手段をどうするかということで議論が非常に分かれているものなので、それを全て含めて議論するのはもうここで無理ということで、単純にさっき言いましたように非暴力的な方法による阻止や拒否という定義に基づいて議論を進めたいと思います。すみませんが、ちょっと喉が調子が悪くてですね。それで日本でもですね、民主党政権があって政権交代があったのに、民主主義の発展本当にしたのか、まあ、そういう議論があってですね、まあ、今民主主義の危機だという話があるんですけれども、それをどう解決するかっていう議論は分かれてるんですよね。大民主主義の中で解決すべきだという議論、小林さんとか日渡さんとかはその、まあ、中心の人で、それから政党政治への有権者の参加を促進する議論として中北さんとかの議論がありました。その人は政党のサポート制とか比例代表制を拡大するという話なんですけれども、ようやく日本でも政務党の直接民主主義を活性化する議論が必要じゃないかというのは政治学でもちょっと議論立てるようになって、小熊さんとか近衛さんとかが最近出した本があります。それから大民主主義を補完する議論の中でですね、論争がありまして、熟議民主主義とか党議民主主義があるんですけれども、結局ですね、今の民主主義をどう解釈するかによって直接行動を理解する幅も変わってくるということになるわけなんです。例えば熟議民主主義の場合はですね、共通善を提示できる、それから話し合うことによってお互いの選考が変わりうる、それから手続きが中立的だということで、あくまでも話し合いを重視する立場です。それから協議民主主義はもうそもそも利害関係の対立というのは解消されない、それから政治経済的な不平等はもうそもそも存在するという認識に立つんですけれども、その認識によって直接行動の評価も異なってくるわけです。つまり党民主主義であればその直接行動というのを高く評価できるわけなんです。というので党民主主義、対立を強調する立場からすると、排除されている政治争点を浮上させる、つまり政党政治ではかはできないものを直接行動によって争点化することができるという議論になるわけです。それから今まで無力感を抱えている人が政治への参加ができるように機能するという意見もあります。なのでですね、直接行動という、まあ、一言で言ってもその評価は政治をどう見るかによって非常に多様な立場があるということを踏まえて韓国の論争に移りたいと思うんですけれども、この議論に加えてですね、韓国ではもう一つの特徴を踏まえなければいけないんです。それは前回の報告でも言いましたけれども、韓国では保守変更的な政党体制というのは何かというと、
まあ、今まで、まあ、簡単に言うと日本では社会党と共産党っていうのがもうずっと戦後ありましたけれども、まあ、韓国ではそういう政党自体がなかったわけなんです。つまりずっと政党政治のレベルでは保守政党だけがずっとやってきたということになるわけなんです。まあ、それで前回説明しましたように財閥と輸出の依存の経済発展ということでそれはその2ページの一番後ろのページの資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、これちょっと繰り返しになりますけれども大丈夫ですかね。図1と2を見ますとですね、国内総支出の構成比というのがありまして、それを見るとですね、何が分かるかというと、国内総支出のですね、構成比なんです。それで、まあ、当然ながらその国が作ったものがどういうふうに消費されるかということなんですけれども、それを見ることによってその国の経済的な特徴が分かると。それでもともとはですね、そのすべての牛、まあ、右の項目をプラスして最後の輸入をマイナスするとすべて 100% になるはずなんですけれども、輸入もプラスにしておきました。それはなぜかというと、輸入につまり海外経済にどのぐらい依存的なのかということをもっと明確に表すためなんです。それを見るとですね、韓国の場合は 180% まで至っているのに対して、日本の場合はかつて 120%、 つまり韓国の方がものすごく海外経済に依存的だということになるわけなんです。それからその海外経済に依存することを財閥を、まあ、育成しながらやってきたので、それはまあ日本と違っててですね、非常に新自由主義が、まあ かつて開発主義なんですけれども、それがまあ新自由主義にまあ結合する形になっているんですけれども、まあこの本文にも書いてあるんですけれども、新自由主義の革新的な原理をですね、自由じゃなくて競争に置くとですね、開発主義と新自由主義というのは必ずしも矛盾じゃないんだと、いうことが分かります。それはちょっと本文をまた参考にしていただければと思います。それから反共主義、反権威主義体制、反米ということで、今まで反共主義が非常に韓国では影響力を発揮することになりました。それから韓国では、日本ではあまり耳にしない言葉なんですけれども、地域主義ということがありまして、それも資料の一番後ろのところの韓国の地図があるんですけれども、左と西、ここから見ると左と右になるんですけれども、東の地域と西の地域の東洋高度というのが非常に分かれていてですね、東のところは東の南なんですけれども、日本でいう民主党、保守政党システムの中では革新的な政党を支持する傾向が強くて、右の方は保守政党を支持する傾向が強いというのがあります。なのでですね、日本の民主党の中では社会と出身化とかそういうものによって、なんて言いますか、政治的なアイデンティティが異なってくるんですけれども、韓国ではどの地域によってその政治的なアイデンティティも異なっているし、それからこの
東地域を基盤にしていて当選した人の中ではですね、また補修的な人物もあるので、あの民主党の韓国の民主党の中でもいろんなあの勢力があるということが言えると思います。まあ、これをもって何が言いたいかというと、あの私はあのそのさっき言った日韓企業主義的雇用政策の分岐で言いましたように、あの日韓比較の視点から見ると韓国の方がさらに保守的な傾向が強いという、圧力が強いということが言えるんじゃないかというのが一つの僕 の, あの主張です。じゃあその中でですね、2008年にキャンドルデモというのがあの3ヶ月にわたって、まあ、その主催側が計算したのはもう100万人近くの人が、まあ、参加したということなんですけれども、最初はですね、米国産輸入問題を再交渉しろという話でデモが始まったんですけれども、ただですね、ソガン大学の現代政治研究所 の, あの調査によるとですね、これもあの9ページと10ページあたりにありますけれども、あの米国産輸入問題を参加した人に対する調査なんですけれども、 20.4% があの再交渉を求める意見で、それから 27.4% が政府と大統領に怒りを表すため、それからあのイ・ミョンバク政権の他の政策を阻止するためが 27.7%、 それからもうイ・ミョンバク大統領をもう辞めさせる、弾劾するためが 15.4% ということなので、あの米国産輸入問題反対デモとして始まったものの、あのもう政府の政策に対する反対まで及ぶという、まあ、それは多分あの日本でも脱原発デモの中でも、まあ、いろんな主張がありましたように、多分それとつながっていると思うんですけれども、あのこれによってあのどういうふうに政党各政党があの対応してきたのかっていうのを今からちょっと見ていきたいと思います。特に2010年の地方選挙、それから2011年のソウル市長の補欠選挙でパゴンスン候補が当選した後のものなんですけれども、民主党の変化がすごく目立つんです。特に2008年にですね、民主党はあの大統領選とあの国会議員選挙を2回も敗れて、まあ、敗れたわけなんですけれども、そこで危機感を感じてニュー民主党ビジョン委員会を作って改革を進めるわけなんですけれども、その時に言ったのは包容的な成長、脱理念、現代化ということで、あまりにも成長戦略、つまり保守政党の成長戦略に負けたという認識で党の改革を進めるわけなんです。ただですね、2011年のところからものすごく変わるんですけれども、その時に民主統合党が登場します。それは本文にもありましたように、市民統合党との合併して、それから韓国労組、市民団体が参加することになります。それから党の綱領も変わるんですけれども、そこに明確に明示したのが何かというと、2008年以降のキャンドルの民進を表出した市民主権意識及び正義への、 滅亡の継承というのが明示されるようになりました。つまりキャンドルデモ の, 精神を継承するということをもう党の綱領に入れるわけなんですそれから韓米 FTA を含め全ての通商政策を国民の利益の視点から全面再検討、それから普遍的な福祉、国民の基本的な権利として保障する福祉国家を建設する、それから財閥と大企業に対する根本的な改革が必要であるという党の考慮がもう根本的に変わるわけなんです。それでですね、ハンナラ党も保守党も変えていくわけなんですけれども、自由市場経済を構築することから公正的な市場経済への構築、それから知性的、つまり、まあ、自分で
あの自生する福祉体制から松本という日本語で言うとあつらえる、福祉なんですけれども、これによってですね、政党対立軸自体が右から左へ移ったと評価できると思います。ただですね、2012年に国会議員選挙と大統領選の結果としてですね、センヌリ党が、さっきハンナラ党がセヌリ党へ変わるんですけれども、そのセヌリ党が勝利することによってまた変化するわけなんですけれども、民主党の場合は全部交代します。それからセヌリ党も公約を掲げたものを交代させていくわけなんです。じゃあこれをもってですね、何が言えるかということを最後にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まずこのペーパーからすると14ページちょっと見ていただきたいんですけれども、その民主化以降、1987年以降の投与率の変化が変化を表したものなんです。大統領選の投与率は 89.2% から下がって、また国会議員選挙は 75.8%、日本でいう統一地方選挙は韓国は93年から始まりますので、そこからまた徐々に低下していきます。これをもって何が言えるかというと、民主化以降に持続的に投票率が低下していくというのが一つ指摘できるんですが、見た通りに2011年以降の選挙で投票率が上昇します。なので今まで投票に行かなかった人が投票に行くようになったっていうのは一つ多分言えると思います。なので最初に言ったように、無力感を抱えていた人を政治参加へ導くという直接行動っていうのが機能しているという、解釈あるんですけれども、その点から言うと、韓国の直接行動というのはそういう投与率の上昇につながっているところがあるんじゃないかというのが一つ言えます。それから今まで保守政党体制ということを言ったんですけれども、つまり労働問題、福祉問題、さっきチョ・ソンジュさんが言いましたように、福祉は権利として認められるようになったという認識はあるんですけれども、労働はなかったと。だからそもそも労働と福祉に対する権利というのがなかったわけなんですよね。そういうふうに補助政党体制システムが続く中でですね、今まで排除されていた争点を浮上させる、それによって政党の対立軸自体を移動させる機能を果たしたと思います。なので今まで民主党、それからセヌリ党がものすごく、今までどの変化よりも大きく転換したというのが言えると思います。ただですね、ここが一つのポイントになると思うんですけれども、政党がいつ変わったかっていうと、選挙結果を通じてキャンドルの民意を受け止めるんですよね。つまりキャンドルデモがあってすぐ政党が変化したわけじゃなくて、キャンドルデモがあった後にその選挙結果を解釈して政党が変わっていくわけなんです。それ逆に言うと、キャンドルデモがあってそれが直接政党の変化を促すんじゃなくて、それが選挙結果を媒介して変化させると。それ逆に言うと、直接行動というのが政党政治に反映させることになるとですね、どういうふうに政党政治に圧力をかけて選挙結果として表すのか、そのつながりを常に考えなきゃいけないということになるわけです。つまり官邸主演の日本でのデモがあって、それがすぐ政党の変化を促しているわけじゃないんですよね。なので多分今後ちょっとここはもうちょっと
私の中でも、まあ、研究しなきゃ研究を進めなきゃいけないんですけれども、その政党政治と直接行動を結びつける力というのが何なのか、そうすると社会運動、労働運動がどういう役割を果たしているのか、それを含めて多分議論しなきゃいけないんですけれども、ただここでは直接行動というのが保守政党体制を変えるきっかけにはなるんだと、ただそれが選挙で踏み上げるような力にならなければ政党政治を変えるまでは至らないんだという、まあ、そこまでの主張になると思うんですけれども、まあ、そういう意味で今後この調査が日本の社会運動と政党政治の関係を考える上で一つのきっかけになればと思います。まあ、それ以外はちょっと質疑応答でちょっとカバーするごとにして、私の報告はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。勉強不足だったんで初めて伺った話なんだけど、もう一つちょっと補足的に、はい、後半にちょっと出てきたんですけど、はい、いわゆる既存の大政党である、まあ、今は組織法の専門理事法と、で、まあ一応、まあ、民主派の方のその民主党、はい、でそれ以外に2000年に入って民主労働党ができて、はい、でそれが11か13議席まで国会で議席を取ったけど、はい、その後分裂して今急速に衰退してるじゃないですか、はい、でその第三のいわゆる左派と言われている政党のこともちょっと触れていただいて、はい、それはですね、まあ、本文の中にもちょっと言ったんですけれども、2004年の国会選挙でですね、日本、韓国では比例代表で、まあ、約50議席なんですよね。比例代表で、選出することになって、その前は全国区という議席に比例して配分するということで、それがまあ憲法違反になってて、まあ、本当の一人二票という投票をしろという、まあ、裁判が出て判決が出て2004年に初めて選挙がなるんですけれども、そこで民主労働党という、まあ、労働者利益を代表するという政党が初めて正確には11議席かな、比例代表、選挙区でも1つか2つ、あ、そうですね、10議席ですよね。選挙区で2議席と比例代表で8議席ということで、ただ比例代表で 13.1% も得票するわけなんです。ただですね、それですごく期待が高まって、それから既存の政党システムの中でも労働問題、それから福祉問題が主な争点として浮上するんですけれどもただこれはちょっと韓国の反共主義と反権威主義体制と反米、それから北朝鮮、新北朝鮮ということを説明しなきゃいけないんですけれども、これ韓国の政治を見るときちょっと複雑な話なんですけれども、何かっていうと権威主義体制の中で自分の政党、自分の批判勢力を共産主義ということで弾圧してきたわけなんですよね。なので民主主義勢力としてはまず反権威主義という理念を持っているわけなんです。ただ韓国では2回の軍のクーデターによる独裁がまた生じるわけなんですよね。ただ韓国では93年までに軍の指揮権というのはアメリカが持っていたので、そうするとじゃあクーデターをやるまでにアメリカが分からなかったのか、そういうわけがないんだと。だから少なくとも運動側としては黙認は知ったんじゃないかということで、反米も非常に運動会の中にも強いわけなんですよね。だからそこでまたつながるのが新北朝鮮なんです。つまり韓国の運動側の中では反米、つまりアメリカに従属するということに対して北朝鮮は自主的な発展をしてきたと、そういう中で、まあ、新北朝鮮という親しいの
その考えを、まあ、共有するわけなんです。なので新北朝鮮、反権威主義、それから強いわけなんですけれども、そうするとですね、民主労働党の中でも単に労働者の利益を代用するんじゃなくて、北朝鮮の問題とかアメリカとの関係でその考えを主軸にして政党の活動したい勢力もいるわけなんです。そこで揉めてですね、分裂と統合を繰り返して政党の政党というか労働問題とか福祉問題を争点化するのに障害物になったという歴史があります。なので今は非常に低迷していると言えます。はい、日本の特に労働運動サイドからするとやっぱり、民主労総がすごく強い力を持って、はい、で韓国の労働運動がすごく頑張っていると、はい、そので民主労総が、全面的に参加して作った民主労働党がありましたっていうぐらいしか実は一般の私たちの認識がないんですけど、はいはいはい、それが現実の問題としては今非常に、まあ、それは日本で言っても、左派と言われているのは、まあ、共産党がかろうじて少し勢力を伸ばしたけど、はいはいはい、社民党がもうなくなる寸前だし、はい、で民主党に一部行った旧社民党の人たちも、まあ、正直言って全然力を持ってない、はい、すごく今韓国日本が似てきたなと、まあそうですね、はい、その歴史背景は違うですね、はいはいはい、ご質問があります。意見交換、正義党というのが出てたんですよね、はい、あれって何なんですか。なのでですね、さっき民主労働党という政党の中で分裂と統合を繰り返すわけなんですけれども、その正義党というのは正義民主労働党がですね、まあ、一部はまだ民主労働党として、民主党、統合進歩、どうなったかというと、これもものすごく複雑で、図にちょっと描きにくいんですけれども、まず歴史としては、民主労働党が誕生します。それで2008年に初めて分裂します。何かというと、北朝鮮に民主労働党の内部の資料、名簿を渡したということが明るみに出て、それ政党内でそれは当然処分しなきゃいけないと。ただ、新北朝鮮一派はそれはあかんと。ただ、ちょっと労働問題、新労働問題を重視する側としてはそれはダメだということで結局分裂するわけなんです。そこで進歩新党と民主労働党が分裂して、それで2011年に国会議員選挙の前でまたまた再統合するんですけれども、その時にはなので最初は民主労働党と進歩新党ということで、そこから2000これ2008年ですよね。それで2011年の選挙の時にまあこういうふうに左派政党といいますか労働者代表する政党が分裂すると、韓国でも300議席の中で小選挙区が、まあ、大体250議席、比例代表は50議席なので勝ち目がないんだと。それで統合しなきゃいけないということで、
2012年の国会議員選挙の前で統合するわけなんです。ただその時にどうなるかっていうと、これがプラスして、それから民主党の中で革新的な勢力の一部が加わって、あの統合進歩党を作るわけなんです。ただそこでまた統合進歩党を作るんですけれども、そこでまたあの候補者の立て方をめぐって、つまりあの選挙をどうするか、インターネットとかでもできるようにしたんですけれども、一人があのずっと何回も代理で登用したりとかですね、あのそういうふうにして、またあの統合進歩党が分裂して、今正義党、それから統合進歩党が正義党、統合進歩党と、それからあ労働党ですよね、はい、労働党という三つがあるわけなんです。はい、じゃ現状は、正義党と統合進歩党と労働党、そうですね、の三つがいわゆる左派政党、そうですね、主なその、特徴っていうのは それぞれの党は、例えば、新北朝鮮だとか、あるいは国主義とかなんかいろいろあるんでしょうか。ただですね、ただ公約の中身を見るとですね、そんなに変わらないですよ。ただあの人の違い、まあ、そうですね、もう分裂の経緯ももともとやっぱり何て言いますか、あの人の派閥によるあのものなので、なので中身で判断するのは多分難しいと思うんですよ。民主党っていうのがあるわけです。そうですね。民主党だから既存大政党。だから、あ、そうですね。なので僕は保守政党。パクンスンさんも加わった。だパクンスンさんはあの市民候補として無所属で当選して後から民主党に入ったんです。あとあの国政レベルでいうと、アンチョルスさんが今国会議員に。はい、それで、その中道的な政党を民主党ですよね、民主党と一緒になったんですか、ね、そうですね、はい、また政党の名前はまた変わったんですけれども、ただ民主党という、そうすると民主党自体は、かなり左によるよりはむしろ中道路線になっているんです。今はですね、さっき言ったようにずっと、まあ、各国の政党対立事項を見るとですね、もうこれがまあ左と右だとすれば、もう対立するところがですね、あの大体右寄りだったんですよね、政党の対立軸が、まあ、保守党と保守党と進歩がこういうところで対立したんですけれども、さっきあの僕が報告しましたように2010年あたり馬子市長の誕生からもうこの対立がこういうふうに移ったという、ただそれが大統領選挙が終わってからまたこういうふうに戻っているというふうに言えると思います。だから民主党の中でもですね、馬子市長の政策というのは結構あのまだ革新的なものだと思うんです中では。だからあの、まあ、要は直接行動というのはこういうふうに対立事項を動かす一つのきっかけになった。ただそのきっかけになったんですけれども、直接行動だけでそういうことを動かしたのかっていうとそうでもなく、結局あの政党がそれをきちんと受け止めるような選挙結果として何か出たときにそれがあり得るんじゃないかって思うんですよね。だから日本に来て引き寄せて考えると、大震災原発事故があって、関係
定行動という直接行動が極めて特殊的に行われてきたけど、その直接行動が一定 の, その政党の政策だとか世論には反映はされたけども、はい、それだけでは結果としては何も変わっていかないという、はい、そうですね、長期的に見るとですね、だから東京都知事選挙というのは実はそういう中で位置づけられたんだけど、残念ながら直接行動に参加してた中心部分がその政党政治までコミットできないまんま、中途半端な形で東京都知事選挙にそのコミットした結果、かえって混乱を招いたなっていうのが私なんか実は見たかなんですね。そこ の, そのやっぱり政党政治ってことについて逆に今の日本の進歩派だとか左派は、相当ダメになっちゃったんですよ、私の印象ではね。こう比較してみるとすごく面白いですね。はいはい、あの政党を見るときにね、日本でも維新の会だとかみんなの党だとか、はい、まあ、いろいろ自民党と違うような同じようなね、はい、そういうことですけど、しかし地方から見れば、地域から見れば、はい、その実態組織というのはないんですよね、はいはい、行動行動には行ってるけど、はいはい、議員はいるけど、はいはい、しかし地域で活動する市民団体、住民が支えるね、はい、組織っていうのは、はい、内政とが日本の大きな傾向ある、はい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 、で韓国の今言われたいくつかの政党は地域にもやはりそういう党の組織っていうのがでいるところと思ってない、それはどういうことですか。そうですね、僕もちょそれは一つ言えると思う、つまり日本の場合は統一地方選挙においてあまり政党色を出さないようにしてるんですよね。つまり推進とか推薦とかもういろんな形があって理念の対決っていうのは行政レベル、地方行政レベルであまり必要じゃないという認識があるんじゃないですか。ないんですかね。日本でですか。はい。いろんな不責がある以上で、はい、明確に対決してるっていうね、はい、地方選挙。はい、だから多分韓国に比べ、保守政府のね、はい、まあ、日本で言ったら自民党というね、はい、政党名を出さないで選挙をしているという傾向は当然まあいい、はい、なので日本と韓国の比較で見ると日本の場合は地方レベルで地方選挙のレベルで の, 政党の対立というのはあまりないんですよね。だからそういう意味では韓国では政党韓国でも前回の地方選挙の争点がですね、党の政党 の, 候補者を出さないように しようという議論があったんです、アンチョルさんが。ただそうすると政策対 立, 軸対立がなくなって、結局地方の有力者が地方の議会とか首長になるんじゃないかという反対意見もあって、結局そこまでの改革はできなかったんですけれども、地方レベルでの政策的な論争というのは必要だと僕は思います。例えばその左派と言われる、はい、の政党は、はい、地方でも組織を持っているんですか。組織は持っています。組織は、はい、党員もそれぞれ、そうですね、はいはい、地域によって強いところと言われてもちろんそうですね、はい、ウルサン地区だとかやっぱり労働者とか労働運動が、ね、盛んなところ、はいはいはい、そういう特徴もあるし、まあ、地方の優秀な幹部によってその地域ある地域は活性化してるとか、ね、まあ、そういうそれぞれの理由がありますよね。韓国の首長選挙ってあるじゃないですか、はい、はいはい、ああいうのは大体無党派の人が最近は出るんですか。韓国では無党派が当選するというのは特に市長レベルではほとんどないんです。あ、どっかの政党の候補者なんですか。パクウォンソンさんが初めて上がって、そうですね、まあ、無派閥というか、まあ、結局実質的に民主党と競争して民主党が譲ったわけなので、はい、最初の補欠選挙ですね。そうですね、最初の。そうす
他の市長、自治体では民主党の知事もいることは言ってるんですね。そうですね。そのつまり補欠選挙じゃ2010年の選挙では、民主党というか野党系の候補がもっと多かったんです。今回の2014年の 6月4日の選挙でもやっぱり与党系と野党系の支持が誕生しているということですね。そうですね。今回は半々ぐらいで。さっきソウル市の政策が地方の自治体に影響を与えているっていうのがあったじゃないですか。あれは主にその民主党の副議長の自治体からまず発給しているんです。さっき取り上げた地域のところもすべて民主党の首長のところだ。広州さっき中長度と関温というところだったんですけれども、はい、広州のね、はい、518、はい、あの事件があって、その後毎年518の集会なんかやってるじゃないですか。はい、であれにちょっと本当にね、参加したりしてるんですけども、この市長が変わったり、政治的な動向がこう変わったりすると、この来る、その、なんていうんですかね、まあ、外地が来るのが来ないとか、あるいはその街頭でこう大規模にできるのができなくなるとか、はい、すぐこう影響を受けるみたいなんですけども、そういうのってやっぱりあるわけなんですか。やっぱり韓国ではありますね。大統領が誰になるかによって、まあ、ごろっと空気が変わりますし、韓国では大統領が任命できる人が多いんですよ。公共団体とか放送局もある程度影響力を発揮できるので、まあ、そういう意味で大統領がどうなるかによって違ってくるし、韓国ではやっぱりあるどころの以上の人、つまり、まあ、企業、公共団体のところはやっぱり政治的な力によってポストが変わっちゃうので、やっぱりそうなるとその大統領の意見を伺いながらやっぱりその運営せざるを得ないんですよね。あ、それでですね、ちょっと福祉国家ソサイアっていう、そういう意味でちょっと説明したいと思うんですけれども。そうですね、呼び込みで聞いておくと、私もここは初めてなので。それで僕がちょっと残念に思うのは、日本で民主党政権になって、一体民主党政権の経験、教訓は何だったのか。今になってみると、むしろ民主党政権にならなかったのがむしろ良かったんじゃないかというぐらい政治的な風景が変わってしまったんですよね。それをちょっと韓国の比較で見るとですね、ちょうど韓国も民主党、保守政党の中では進歩党が政権を10年間握って、保守政党が今10年持つようになったんですけれども、じゃあ進歩政党、政権が10年間やって政権交代になった意義というのは何なのか。それを考えるときに、僕はこれ福祉国家ソサエティというのは非常に重要だと思います。何かというと、前は政権交代になれば福祉とか労働問題なんとか解決できるんじゃないかと多分思った人が多かったと思うんです、韓国の中でも。ただ政権交代やってみて結局ならなかった。むしろノムヨン政権の下では労働政策の規制緩和、それから医療の民営化もやろうとしたし、米韓 FTA も進めようとした。政権交代では政策は変わらないなっていう認識が、つまり保守政権による政権交代によってまた生まれたわけなんですよね。そうするとどうすればいいのか。じゃあ普段から力をつけなきゃいけないんだということで、つまり政権交代にもっぱら期待するんじゃなくて、普段から市民社会でそういうものを推進する力をつけなきゃいけないんだということで、ちょうどこれが多分2008年からちょうど政権交代が終わってから作られたと思うんです。
これ後で、あのつまり大統領選挙が2007年にありましたので、あの2008年か2007年、正確にはちょっとわからないです。後でそれは確認してもらいたいと思うんですけれども、その時に普段から福祉国家を推進するあの支持者をあの広げていこうじゃないかということで作って、それであのいろんなものをやっています。つまりあの単に政策レベルでやるんじゃなくて、まず全体像、社会像、理念を掲げて、それといろんな団体と共有できるように、まずビジョンのところであの考えていて、あの報告書とかあの本も結構出てるんです。そあの出していたり、シンポジウムをやったり、それから研究の集まりとかセミナーとかそれからあの国会の秘書の教育もやっていますし、まあ、いろんなものをやっています。もういらしているみたいなので、5分ぐらいあの経ったらもうすぐあの いらっしゃるみたいです。なのであの福祉国家の哲学と理論を作って、それから政策を開発、それから市民運動と、まあ、連帯活動を展開する3つのものを中心にあの活動しているところなんです。8年か、2008年か、2007年ですね。やっぱり金大中政権で、まあ、民主化という非常に大きな、はい、その政治的には大変革があったんだけども、政策的にはずっと新自由主義なんですよね。だからそこが日本の民主党も同じだし、だからまあ民主党の中でも、日本の民主党の中でもいろんな勢力があるんじゃないですか。 その争いの中で、まあ、2009年の、まあ、政策が出たんですけれども、韓国も同じなんです。だからエリート一人が革新的な人だとしても、政策転換するには限界があるというのが韓国の経験から言えると思いますね。そういう意味でもパクウォンソン氏が1期目の3年、はい、8ヶ月ぐらいですか、はい、8ヶ月ぐらい、はい、で、今2期目に入っているけども、基本的には、新自由主義を脱却をした、まあ、国の政策じゃないけど自治体の政策を、やってるわけですよね。そうですね。だから非常に大きな意味がある。だからそういう意味で、ね、あの僕は違うと思う、ノムヤン政権と違うと思うのは、パクウォンソン市長というのはやっぱりそういう反新自由主義政策の支持勢力を集めてこうあの市長になったわけなんですよね。まあ、そういう意味ではあのノムヤン大統領とはちょっと違うところがあると思います。その反新自由主義勢力、はい、というのは どういう形で存在しているんですか。例えば経済界の中にいるとか、はい、あるいは教育界の中にいるとか、はい、はい、それがこう、なんていうのかな、固まってないで、まだらにこういるという、そういうイメージなんですね。まあ、そうですね、ただあの、韓国ではそういう人たち、勢力というのは、やっぱり少数派として、今までずっと存在してきたんですけれども、どうしたね。
じゃあ始めて、じゃあ改めて自己紹介から始めさせていただきます。前、民主主義フォーラムの1回目の研究会に報告させていただいて、その内容より今回の調査の目的に合わせてちょっと報告、させていただこうかなと思ったんですけれども、ただその時にいらしていない方も半分ぐらいですよね。だからその内容もちょっと踏まえながら報告させていただきたいと思います。また繰り返しになりますけれども、自己紹介簡単に言いますと、2005年にですね、韓国から京都にいて、日本に来てもう10年目ですね。京都大学でずっと勉強してて、去年4月に静岡にある常葉大学というところで政治学を教えています。2013年にですね、今まで研究をまとめた理科の企業主義的雇用政策の分岐という本がミネルヴァ書房から出てるんですけれども、もし興味がある方は理科の雇用政策の変化が労働組合の戦略によってどういうふうに違っているのかっていうことにもしご関心があるのであれば、そちらをちょっと参考にしていただければと思います。それでですね、今日の報告のテーマはですね、2014年度の日本企画政治学会で報告するものなんですけれども、今回の調査の目的と合っているかなと思って、これを報告させていただきたいと思います。それから今日対応してくれる遺産部共同委員長なんですけれども、1時半にですね、他のところで会議が終わってすぐ来るということで、多分おそらく2時半前には到着すると思います。スタッフにはもう先生がいらしたら、いつでも来てもいいので、この先生が来る次第で私の報告が来るという感じで進めたいと思います。それでですね、前もって原稿をちょっとお送りしたんですけれども、それに沿って報告していただきたいと思います。その報告の目的が何なのかというと、最近韓国の直接行動、何かというと、この2ページにあるところ、直接行動をめぐる論争があるんですけれども、直接行動は非暴力的な方法による阻止や拒否を意味するものであり、代理民主主義の下での抵抗手段として認められているということなんですけれども、ただですね、これは政治学者の中でもいろんな論者がいて、どういうふうに見るかっていうのは議論がそれぞれあると思います。とにかくその直接行動が政党システムにどのような影響を与えたのかを分析し、韓国における直接行動の意義と限界を検討することにしたいというのがこの報告の目的であります。研究の背景としてはですね、2008年に韓国では米国産牛肉輸入問題をめぐって、すごい反対デモが起こったんですけれども、それを中心に議論したいと思います。ただですね、それを韓国の事例を見るだけじゃなくてですね、東アジアの文脈でどういうふうに理解するかということで、最近日本では脱原発問題で、官邸周辺のデモがありましたし、台湾でも中国との自由、貿易自由化をめぐって今官邸周辺のデモとかがあったんですけれども、そういうものがですね、どういう意味があるのか、特に東アジア、日本、韓国、台湾はずっと保守政権が続いている中で、政権交代が起こるともっとマシな民主主義ができるんじゃないかと期待してたにもかかわらず、2回、3回も政権交代が起こった後にこういう直接行動が優勢になる理由は何なのか、それを含めてですね、ちょっと
議論したいと思います。ということでですね、特に直接行動というのはアジアだけのものじゃなくて、まあ、先進国の、まあ、現象であります。特に民主主義に対する信頼低下というのはもう先進国共通の問題なので、そういう傾向と、それから保守政党が強い東アジアという特徴を踏まえながらですね、直接行動がどういう意味を持つのかということを少し説明させていただきたいと思います。それでですね、直接行動が何なのかっていうのは、目的が何なのか、つまり公共の利益なのかどうかっていうことと、それからその手段をどうするかということで議論が非常に分かれているものなので、それを全て含めて議論するのはもうここで無理ということで、さっき言いましたように非暴力的な方法による阻止や拒否という定義に基づいて議論を進めたいと思います。すみません、ちょっと喉が調子が悪くてですね。それで日本でもですね、民主党政権があって政権交代があったのに、民主主義の発展本当にしたのか、まあ、そういう議論があってですね、まあ、今民主主義の危機だという話があるんですけれども、それをどう解決するかっていう議論は分かれてるんですよね。大民主主義の中で解決すべきだという議論、小林さんとか日渡さんとかはその、まあ、中心の人で、それから政党政治への有権者の参加を促進する議論として中北さんとかの議論がありました。その人は政党のサポート制とか比例代表制を拡大するという話なんですけれども、ようやく日本でもデモ等の直接民主主義を活性化する議論が必要じゃないかというのは政治学でもちょっと議論立てるようになって、小熊さんとか近衛さんとかが最近出した本があります。それから大民主主義を補完する議論の中でですね、論争がありまして、熟議民主主義とか党議民主主義があるんですけれども、結局ですね、今の民主主義をどう解釈するかによって、直接行動を理解する幅も変わってくるということになるわけなんです。例えば熟議民主主義の場合はですね、共通善を提示できる、それから話し合うことによってお互いの選考が変わりうる、それから手続きが中立的だということで、あくまでも話し合いを重視する立場です。それから党議民主主義はもうそもそも利害関係の対立というのは解除されない、それから政治経済的な不平等はもうそもそも存在するという認識に立つんですけれども、その認識によって直接行動の評価も異なってくるわけです。つまり党民主主義であればその直接行動というのを高く評価できるわけなんです。というので党議民主主義、対立を強調する立場からすると、排除されている政治争点を浮上させる、つまり政党政治では化はできないものを直接行動によって争点化することができるという議論になるわけです。それから今まで無力感を抱えている人が政治への参加ができるように機能するという意見もあります。なのでですね、直接行動という、まあ、一言で言ってもその評価は政治をどう見るかによって非常に多様な立場があるということを踏まえて韓国の論争に移りたいと思うんですけれども、この議論に加えてですね、韓国ではもう一つの特徴を踏まえなければいけないんです。それは前回の報告でも言いましたけれども、韓国では保守変更的な政党体制というのは何かというと、
まあ、今まで、まあ、簡単に言うと日本では社会党と共産党っていうのがもうずっと戦後ありましたけれども、まあ、韓国ではそういう政党自体がなかったわけなんです。つまりずっとあの政党政治のレベルではあの保守政党だけがずっとやってきたということになるわけなんです。まあ、それであの前回説明しましたようにあの財閥と輸出の依存の経済発展ということでそれはその2ページの一番後ろのページの資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、これちょっと繰り返しになりますけれども大丈夫ですかね。図1と2を見ますとですね、国内総支出の構成比というのがありまして、それを見るとですね、何がわかるかというと、国内総支出のですね、構成比なんです。それで、まあ、当然ながらその国が作ったものがどういうふうに消費されるかということなんですけれども、それを見ることによってその国の経済的な特徴がわかると。それでもともとはですね、そのすべての右の項目をプラスして最後の輸入をマイナスするとすべて 100% になるはずなんですけれども、輸入もプラスにしておきました。それはなぜかというと、輸入につまり海外経済にどのぐらい依存的なのかということをもっと明確に表すためだなんです。それを見るとですね、韓国の場合は 180% まで至っているのに対して、日本の場合はかつて 120%、 つまり韓国の方がものすごく海外経済に依存的だということになるわけなんです。それからその海外経済に依存することを財閥を、まあ、育成しながらやってきたので、それはまあ日本と違っててですね、非常に新自由主義が、まあ かつて開発主義なんですけれども、それがまあ新自由主義にまあ結合する形になっているんですけれども、まあこの本文にも書いてあるんですけれども、新自由主義の革新的な原理をですね、自由じゃなくて競争に置くとですね、開発主義と新自由主義というのは必ずしも矛盾じゃないんだと、いうことが分かります。それはちょっと本文をまた参考にしていただければと思います。それから反共主義、反権威主義体制、反米ということで、今まで反共主義が非常に韓国では影響力を発揮することになりました。それから韓国では、日本ではあまり耳にしない言葉なんですけれども、地域主義ということがありまして、それも資料の一番後ろのところの韓国の地図があるんですけれども、左と西、ここから見ると左と右になるんですけれども、東の地域と西の地域の東洋高度というのが非常に分かれていてですね、東のところは東の南なんですけれども、日本でいう民主党、保守政党システムの中では革新的な政党を支持する傾向が強くて、右の方は保守政党を支持する傾向が強いというのがあります。なのでですね、日本の民主党の中では社会と出身化とかそういうものによって、その政なんて言いますか、政治的なアイデンティティが異なってくるんですけれども、韓国ではそのどの地域によってその政治的なアイデンティティも異なっているし、それからこの
東地域を基盤にしていて当選した人の中ではですね、また保守的な人物もあるので、あの民主党の韓国の民主党の中でもいろんなあの勢力があるということが言えると思います。まあ、これをもって何が言いたいかというと、あの私はあのそのさっき言った日韓企業主義的雇用政策の分岐で言いましたように、あの日韓比較の視点から見ると韓国の方がさらに保守的な傾向が強いという、圧力が強いということが言えるんじゃないかというのが一つの僕 の, あの主張です。じゃあその中でですね、2008年にキャンドルデモというのがあの3ヶ月にわたって、まあ、その主催側が計算したのはもう100万人近くの人が、まあ、参加したということなんですけれども、最初はですね、米国産輸入問題を再交渉しろという話でデモが始まったんですけれども、ただですね、あの蘇我大学の現代政治研究所 の, あの調査によるとですね、これもあの9ページと10ページあたりにありますけれども、あの米国産輸入問題を参加した人に対する調査なんですけれども、 20.4% があの再交渉を求める意見で、それから 27.4% が政府と大統領に怒りを表すため、それからあのイ・ミョンバク政権の他の政策を阻止するためが 27.7%、 それからもうイ・ミョンバク大統領をもう辞めさせる、弾劾するためが 15.4% ということなので、あの米国産輸入問題反対デモとして始まったものの、あのもう政府の政策に対する反対まで及ぶという、まあ、それは多分あの日本でも脱原発デモの中でも、まあ、いろんな主張がありましたように、多分それとつながっていると思うんですけれども、あのこれによってあのどういうふうに政党各政党があの対応してきたのかっていうのを今からちょっと見ていきたいと思います。特に2010年の地方選挙、それから2011年のソウル市長の補欠選挙でパゴンスン候補が当選した後のものなんですけれども、民主党の変化がすごくあの目立つんです。特に2008年にですね、民主党はあの大統領選とあの国会議員選挙を2回も敗れて、まあ、敗れたわけなんですけれども、そこで危機感を感じてニュー民主党ビジョン委員会を作って改革を進めるわけなんですけれども、その時に言ったのは包容的な成長、脱理念、現代化ということで、あのあまりにもあの成長戦略、つまり保守政党の成長戦略に負けたという認識で党の改革を進めるわけなんです。ただですね、2011年のところからものすごく変わるんですけれども、その時に民主統合党が登場します。それは本文にもありましたように、市民統合党との合併して、それから韓国労組、市民団体が参加することになります。それから党の綱領も変わるんですけれども、そこに明確に明示したのが何かというと、2008年以降のキャンドルの民心を表出した市民主権意識及び正義への、 あの滅亡の継承というのが明示されるようになりました。つまりあのキャンドルデモ の, あの精神を継承するということをもう党の綱領に入れるわけなんですそれから韓米 FTA を含め全ての通商政策を国民の利益の視点から全面再検討、それから普遍的な福祉、国民の基本的な権利として保障する福祉国家を建設する、それから財閥と大企業に対する根本的な改革が必要であるという党の考慮がもう根本的に変わるわけなんです。それでですね、あのハンナラ党もあの保守党も変えていくわけなんですけれども、あの自由市場経済を構築することから公正的な市場経済への構築、それから知性的、つまり、まあ、自分で
あの自生する福祉体制から松本という日本語で言うとあつらえる、福祉なんですけれども、これによってですね、政党対立軸自体が右から左へ移ったと評価できると思います。ただですね、2012年に国会議員選挙と大統領選の結果としてですね、センヌリ党が、さっきハンナラ党がセヌリ党へ変わるんですけれども、そのセヌリ党が勝利することによってまた変化するわけなんですけれども、民主党の場合は全部交代します。それからセヌリ党も公約を掲げたものを交代させていくわけなんです。じゃあこれをもってですね、何が言えるかということを最後にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まずそのペーパーからすると14ページちょっと見ていただきたいんですけれども、その民主化以降、1987年以降の投与率の変化が変化を表したものなんです。大統領選の投与率は 89.2% から下がって、また国会議員選挙は 75.8%、日本でいう統一地方選挙は韓国は93年から始まりますので、そこからまた徐々に低下していきます。これをもって何が言えるかというと、民主化以降に持続的に投票率が低下していくというのが一つ指摘できるんですが、見た通りに2011年以降の選挙で投票率が上昇します。なので今まで投票に行かなかった人が投票に行くようになったっていうのは一つ多分言えると思います。なので最初に言ったように、無力感を抱えていた人を政治参加へ導くという直接行動というのが機能しているという、解釈があるんですけれども、その点から言うと、韓国の直接行動というのはそういう投与率の上昇につながっているところがあるんじゃないかというのが一つ言えます。それから今まで保守政党体制ということを言ったんですけれども、つまり労働問題、福祉問題、さっきチョ・ソンジュさんが言いましたように、福祉は権利として認められるようになったという認識はあるんですけれども、労働はなかったと。だからそもそも労働と福祉に対する権利というのがなかったわけなんですよね。そういうふうに保守政党体制システムが続く中でですね、今まで排除されていた争点を浮上させる、それによって政党の対立軸自体を移動させる機能を果たしたと思います。なので今まで民主党、それからセヌリ党がものすごく、今までどの変化よりも大きく転換したというのが言えると思います。ただですね、ここが一つのポイントになると思うんですけれども、政党がいつ変わったかというと、選挙結果を通じてキャンドルの民意を受け止めるんですよね。つまりキャンドルデモがあってすぐ政党が変化したわけじゃなくて、キャンドルデモがあった後にその選挙結果を解釈して政党が変わっていくわけなんです。それ逆に言うと、キャンドルデモがあってそれが直接政党の変化を促すんじゃなくて、それが選挙結果を媒介して変化させると。それ逆に言うと、直接行動というのが政党政治に反映させることになるとですね、どういうふうに政党政治に圧力をかけて選挙結果として表すのか、そのつながりを常に考えなきゃいけないということになるわけです。つまり官邸主演の日本でのデモがあって、それがすぐ政党の変化を促しているわけじゃないんですよね。なので多分今後ちょっとここはもうちょっと
私の中でも、まあ、研究しなきゃ研究を進めなきゃいけないんですけれども、その政党政治と直接行動を結びつける力というのが何なのか、そうすると社会運動労働運動がどういう役割を果たしているのか、それを含めて多分議論しなきゃいけないんですけれども、ただここでは直接行動というのが保守政党体制を変えるきっかけにはなるんだと、ただそれが選挙で踏み上げるような力にならなければ政党政治を変えるまでは至らないんだという、まあ、そこまでの主張になると思うんですけれども、まあ、そういう意味で今後この調査が日本の社会運動と政党政治の関係を考える上で一つのきっかけになればと思います。まあ、それ以外はちょっと質疑応答でちょっとカバーするごとにして私の報告はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。勉強不足だったんで初めて伺った話なんだけど、もう一つちょっと補足的に、はい、後半ちょっと出てきたんですけど、はい、いわゆる既存の大政党である、まあ、今は組織法の専門理事法、はいはい、で、まあ一応、まあ、民主派の方のその民主党、はい、でそれ以外に2000年に入って民主労働党ができて、はい、でそれが11か13議席まで国会でよく議席を取ったけど、はい、その後分裂して今急速に衰退してるじゃないですか、はい、でその第3のいわゆる左派と言われている政党のこともちょっと触れていただいて、はい、それはですね、まあ、本文の中にもちょっと言ったんですけれども、2004年の国会選挙でですね、日本韓国では比例代表で約50議席なんですよね、比例代表で選出することになって、その前は全国区という議席に比例して配分するということで、それが、まあ、憲法違反になってて、まあ、本当の一人二票という投票をしろという、まあ、裁判が出て判決が出て2004年に初めて選挙がなるんですけれども、そこで民主労働党という、まあ、労働者利益を代表するという政党が初めて正確には11議席かな、比例代表、あ、選挙区でも1つか2つ、あ、そうですね、10議席ですよね、選挙区で2議席と比例代表で8議席ということで、ただ比例代表で 13.1% も得票するわけなんです。ただですね、それですごく期待が高まって、それから既存の政党システムの中でも労働問題、それから福祉問題が主な争点として浮上するんですけれども、ただこれはちょっと韓国の反共主義と反権威主義体制と反米、それから北朝鮮、新北朝鮮ということを説明しなきゃいけないですけれども、これ韓国の政治を見るとちょっと複雑な話なんですけれども、何かっていうと権威主義体制の中で自分の政党、自分の批判勢力を共産主義ということで弾圧してきたわけなんですよね。なので民主主義勢力としてはまず反権威主義という理念を持っているわけなんです。ただ韓国では2回の軍のクーデターによる独裁がまた生じるわけなんですよね。ただ韓国では93年までに軍の指揮権というのはアメリカが持っていたので、そうするとじゃあクーデターをやるまでにアメリカが分からなかったのか、そういうわけがないんだと。だから少なくとも運動側としては黙認は知ったんじゃないかということで、反米も非常に運動会の中にも強いわけなんですよね。だからそこでまたつながるのが新北朝鮮なんです。つまり韓国の運動側の中では反米、つまりアメリカに従属するということに対して北朝鮮は自主的な発展をしてきたと、そういう中で、まあ、新北朝鮮という親しいの
その考えを、まあ、共有するわけなんです。なので新北朝鮮、反権威主義、それから強いわけなんですけれども、そうするとですね、民主労働党の中でも単に労働者の利益を代用するんじゃなくて、北朝鮮の問題とかアメリカとの関係でその考えを主軸にして政党 の活動したい勢力もいるわけなんです。そこで揉めてですね、分裂と統合を繰り返して政党 政党というか労働問題とか福祉問題を争点化するのに障害物になったという歴史があります。なので今は非常に低迷していると言えます。日本の特に労働運動サイドからすると、やっぱり、民主労総がすごく強い力を持って、はい、で韓国の労働運動がすごく頑張っていると、はい、そので民主労総が、まあ、全面的にその参加して作った民主労働党がありましたっていうぐらいしか実は一般の私たちの認識がないんですけど、はいはいはい、でそれが現実の問題としては今非常に、まあ、それは日本で言っても左派と言われているのは、まあ、共産党がかろうじて少し勢力伸ばしたけど、はいはい、社民党がもうなくなる寸前だし、はい、で民主党に一部行った旧社民党の人たちも、まあ、正直言って全然力を持ってない、はい、だからすごく今韓国日本が似てきてるなと、まあ、そうですね、はい、その歴史背景は違うですね、はいはいはい、正義党というのが出てきたんですよね、はい、あれって何なんですか。なのでですね、さっき民主労働党という政党の中で分裂と統合を繰り返すわけなんですけれども、その正義党というのは10年ぐらいもうこんなっちゃってるダメな正義人の名前もどんどん変わるんですね。専門的なものから民主労働党がですね、まあ一部はまだ民主労働党として、あ、民主党統合進歩どうなったかっていうと、これもものすごく複雑で図にちょっと描きにくいんですけれどもまず歴史としては民主労働党が誕生します。それで2008年に初めて分裂します。何かというと、北朝鮮に民主労働党の内部の資料名簿を渡したということが明るみに出て、それ政党内でそれは当然処分しなきゃいけないと。ただ新北朝鮮一派はそれはあかんと。ただちょっと労働問題、新労働問題を重視する側としてはそれはダメだということで、結局分裂するわけなんです。そこで進歩新党と民主労働党が分裂して、それで2011年に国会議員選挙の前でまたまた再統合するんですけれども、その時にはなので最初は民主労働党と進歩進歩ということで、そこから2008年ですよね。それで2011年の選挙の時にまあ、こういうふうに左派政党といいますか労働者代表する政党が分裂すると、韓国でも300議席の中で小選挙区が、まあ、大体250議席、比例代表は50議席なので勝ち目がないんだと。それで統合しなきゃいけないということで、2011
12年の国会議員選挙の前で統合するわけなんです。ただその時にどうなるかっていうと、これがプラスして、それから民主党の中で革新的な勢力の一部が加わって、あの統合進歩党を作るわけなんです。ただそこでまた統合進歩党を作るんですけれども、そこでまたあの候補者の立て方をめぐって、つまりあの選挙をどうするか、インターネットとかでもできるようにしたんですけれども、一人があのずっと何回も代理で登用したりとかですね、あのそういうふうにして、またあの統合進歩党が分裂して、今正義党、それから統合進歩党が正義党、統合進歩党と、それからあ労働党ですよね、はい、労働党という三つがあるわけなんです。はい、じゃ現状は、正義党と統合進歩党と労働党、そうですね、の三つがいわゆる左派政党、そうですね、主なその、特徴っていうのは それぞれの党は、例えば、新北朝鮮だとか、あるいは愛国主義とか、なんかいろいろあるでしょう。そうですね。ただですね、ただ公約の中身を見るとですね、そんなに変わらないんですよ。ただ人の違い。まあそうですね。もう分裂の経緯ももともとやっぱり何て言いますか、人の派閥によるあのものなので。はい、なので中身で判断するのは多分難しいと思うんですよ。そうですね。民主党だから既存大政党。だから、あ、そうですね。なのでここは保守政党。パクンスンさんも加わった。だパクンスンさんはあの市民候補として無所属で当選して、後から民主党に入ったんです、あとあの国政レベルでいうと、アンチョルスさんが今国会議員になって、はい、それで中道的な政党を、民主党ですよね、民主党と一緒になったんですか。そうですね、はい、また政党の名前はまた変わったんですけれども、ただ民主党という、そうすると民主党自体は、かなり左によるよりはむしろ中道路線になっているんですか。今はですね、さっき言ったようにずっと、まあ、各国の政党対立事項を見るとですね、もうこれがまあ左と右だとすれば、もう対立するところがですね、大体右寄りだったんですよね、政党の対立軸が、まあ、保守党と、あ、保守党と、まあ、進歩がこういうところで、まあ、対立したんですけれども、さっき僕が報告しましたように、2010年あたり、馬子市長の誕生からもうこの対立がこういうふうに移ったという、ただそれが大統領選挙が終わってからまたこういうふうに戻っているというふうに言えると思います。だから民主党の中でもですね、馬子市長の政策というのは結構まだ革新的なものだと思うんです、中では。だから、まあ、要は直接行動というのは、こういうふうに対立事項を動かす一つのきっかけになったと。ただ、そのきっかけになったんですけれども、直接行動だけでそういうことを動かしたのかっていうと、そうでもなく、結局、政党が、それをきちんと受け止めるような選挙結果として何か出たときにそれがあり得るんじゃないかって。そうですよね。だから日本に引き寄せて考えると、大震災、原発事故があって、官邸行動
接行動が一定のその政党の政策だとか世論に反映はされたけども、はい、それだけでは結果としては何も変わっていかないという、そうですね、長期的に見るとですね、だから東京都知事選挙というのは実はそういう中で位置づけられたんだけど、残念ながら直接行動に参加してた中心部分がその政党政治までコミットできないまんま、中途半端な形で東京都知事選挙にそのコミットした結果、かえって混乱を招いたなというのが私なんか実は見たかな。そこのそのやっぱり政党政治ってことについて逆に今の日本の進歩派だとか左派は、相当ダメになっちゃったんですよ、私の印象でもね。あのこう比較してみるとすごく面白いですね、うん、はいはい、あの政党を見るときにね、日本でも維新の会だとかみんなの党だとか、はい、まあ、いろいろあの自民党と違うようなはい、あのそういうことですけど、しかし地方から見れば、地域から見れば、はい、その実態組織というのはないんですよね、はいはい、投票行動にはあの行ってるけど、はいはい、議員はいるけど、はいはい、しかし地域で活動するあの市民団体、住民が支える、ね、はい、組織というのは、はい、内政とは日本の大きな傾向、はい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 、韓国の今言われたいくつかの政党は地域にはやはりそういう党の組織というのがいるところと思ってない、それはどういうことですか。そうですね、僕もちょそれは一つ言えると思います。つまり日本の場合はあの地方統一地方選挙においてあまり政党色を出さないようにしてるんですよね。つまりあの推進とか推薦とかもういろんな形があって、あの理念の対決っていうのは行政レベル、地方行政レベルであまり必要じゃないという認識がある、んじゃないですか。ないですかね。日本でですか。はい。いろんな分析がある以上で、はい、あの明確に対決してるっていうね、はい、地方選挙はい、だから多分韓国に比べ、保守政府のね、はい、あのまあ、日本で言ったら自民党というね、はい、政党名を出さないで、はい、選挙をしているっていう傾向は当然。はい、まあ、なので日本と韓国の比較で見ると日本の場合は地方レベルで地方選挙のレベルで の, あの政党の対立というのはあまりないんですよね。だからあのそういう意味では韓国ではあの政党あの韓国でもあの前回の地方選挙の争点がですね、あの党の政党のあの候補者を出さないように しようというあの議論があったんです、アンチョルさんが。ただそうすると政策対立軸対立がなくなって結局地方の有力者があのあの議員あの地方の議会とかあの首長になるんじゃないかという反対意見もあって結局あのそこまでの改革はできなかったんですけれども、あの地方レベルでの政策的な 論争というのは必要だと僕は思います。例えばその左派と言われる、はい、の政党は、はい、地方でも組織を持っているんですか。組織は持っています。組織は、はい、党員もそれぞれ、そうですね、はいはい、地域によって強いところと言われるんですね。もちろんそうですね、はい、ウルサン地区だとかやっぱり労働者は労働運動が、ね、盛んなところで、はいはいはい、そういう特徴もあるし、まあ、地方の優秀なあの幹部によってその地域ある地域は活性化してるとか、ね、そういうそれぞれの理由がありますよね。韓国の首長選挙ってあるじゃないですか、はい、はいはい、あのは大体無党派の人が最近は出るんですか。韓国では無党派が当選するというのは特にあの市長レベルではほとんどないんです。あ、どっかの政党の候補者なんですか。はい、パフォーマンスさんが初めて上がって、そうですね、まあ、無派閥というか、まあ、結局実質的にあの民主党と競争して民主党が譲ったわけなので、はい、最初の補欠選挙ですね。そうですね、最初の。そうすると他の市長、自治体では民主党の知事もいることは言ってるんです
そうですね、そのつまり補欠選挙じゃ2010年の選挙ではあの民主党というか野党系の候補がもっと多かったんです。今回の2014年の 6月4日の選挙でもやっぱりあの与党系と野党系の支持が誕生しているということですね。そうですね、今回は半々ぐらいで、さっきソウル市の政策が地方の自治体に影響を与えているというのがあったじゃないですか。あれは主にその民主党の首長の自治体からまず発給しているんです。さっきあの取り上げた地域のところもすべて民主党の首長のところだ。広州市なんか さっき中長道と江原というところだったんですけれども、はい。広州のね、はい、五一八、はい、あの事件があって、その後毎年五一八の集会なんかやってるじゃないですか、はい、であれにちょっとあのこの一年、ね、参加したりするんですけども、市長が変わったり政治的な動向がこう変わったりすると、ここにこの来るそのなんていうんですかね、まああの外人が来る来ないとか、あるいはその街頭でこう大規模にできるのができなくなるとか、はい、すぐこう影響を受けるみたいなんですけども、そういうのってやっぱりあるわけなんですか。やっぱり韓国ではありますね。あの大統領が誰になるかによって、まあ、ごろっと空気が変わりますし、あの韓国ではあの大統領が任命できる人が多いんですよ。あの公共団体とかあの放送局もある程度影響力を発揮できるので、まあ、そういう意味であの大統領がどうなるかによって違ってくるし、あの韓国ではやっぱりあるどころの以上の人、つまり、まあ、企業公共団体のところはあのやっぱり政治的な力によってあのポストが変わっちゃうので、やっぱりそうなるとあのその大統領の意見を伺いながらやっぱりその運営せざるを得ないんですよね。あ、それでですね、ちょっと福祉国家ソサイアというそういう意味でちょっと説明したいと思うんですけれども、そうですね、あの呼び出しで聞いておくと私もここは初めてなので、それであの僕がちょっと残念に思うのは、日本で民主党政権になって一体民主党政権の経験教訓は何だったのか、今になってみるとむしろ民主党政権にならなかったのがむしろ良かったんじゃないかというぐらい、あの政治的な風景が変わってしまったんですよね。それをちょっと韓国の比較で見るとですね、ちょうど韓国もあの、まあ、民主党あの保守政党の中では進歩党があの政権を10年間握って、保守政党が今10年持つようになったんですけれども、じゃあ進歩政党政権が10年間やって政権交代になった意義というのは何なのか、それを考えるときに僕はこれ福祉国家ソサエティというのが非常に重要だと思うんです。何かというと、前は政権交代になれば福祉とか労働問題なんとか解決できるんじゃないかと多分思った人が多かったと思うんです、韓国の中でも。ただ政権交代やってみて結局ならなかった。むしろあのノムヨン政権の下では労働あの政策の規制緩和、それから医療の民営化もやろうとしたし、あの米韓 FTA も進めようとした。政権交代では政策は変わらないなっていう認識が政権交つまり保守政権による政権交代によってまた生まれたわけなんですよね。そうするとどうすればいいのか、じゃあ普段から力をつけなきゃいけないんだということで、つまり政権交代にもっぱら期待するんじゃなくて、普段から市民社会でそういうものを推進する力をつけなきゃいけないんだということで、あのちょうどこれが多分2008年からちょうど政権交代が終わってから作られたと思うんです。これ後であのつまり大統領選挙が2007年にありましたので、
2008年か2007年、正確にはちょっとわからないです。後でそれは確認してもらいたいと思うんですけれども、その時に普段から福祉国家を推進する支持者を広げていこうじゃないかということで作って、それでいろんなものをやっています。つまり単に政策レベルでやるんじゃなくて、まず全体像、社会像、理念を掲げて、それといろんな団体と共有できるように、まずビジョンのところで考えていて、報告書とか本も結構出てるんです。出していたり、シンポジウムをやったり、それから研究の集まりとかセミナーとか、それから国会の秘書の教育もやっていますし、まあ、いろんなものをやっています。もういらしているみたいなので、5分ぐらい経ったらもうすぐいらっしゃるみたいです。なので福祉国家の哲学と理論を作って、それから政策を開発、それから市民運動と、まあ、連帯活動を展開する3つのものを中心に活動しているところなんです。2008年か、2007年ですね。金大中政権で、まあ、民主化という非常に大きな、はい、その政治的には大変革があったんだけども、政策的にはずっと新自由主義だったんですよね。だからそこが日本の民主党も同じだし、だからまあ民主党の中でも、日本の民主党の中でもいろんな勢力があるんじゃないですか。その争いの中で、まあ、2009年の、まあ、政策が出たんですけれども、韓国も同じなんです。だからエリート一人が革新的な人だとしても、政策を転換するには限界があるというのが韓国の経験から言えると思いますね。そういう意味でもパクォンソン氏が1期目の3年、はい、8ヶ月ぐらいですか、はい、8ヶ月ぐらい、はい、で、今2期目に入っているときも、基本的には、新自由主義を脱却をした、まあ、国の政策じゃないけど、自治体の政策を、やってるわけですよね。そうですね。だから非常に大きな意味がある。だからそういう意味で、僕は違うと思う、ノムヤン政権と違うと思うのは、パクォンソン市長というのはやっぱり、そういう反新自由主義政策の支持勢力を集めて市長になったわけなんですよね。まあ、そういう意味ではノムヤン大統領とはちょっと違うところがあると思います。その反新自由主義勢力、はい、というのは どういう形で存在しているんですか。例えば経済界の中にもいるとか、はい、あるいは教育界の中にいるとか、はい、中にいるとか、はい、それがこう、なんていうのかな、固まってないで、まだらにこういるという、そういうイメージ、まあ、そうですね。ただ韓国ではそういう人たち、勢力というのはやっぱり少数派として今までずっと存在してきたんですけれども、どうしたね。はい、じゃあ始めて。
じゃあ改めて自己紹介から始めさせていただきます。前民主主義フォーラムの1回目の研究会に報告させていただいて、その内容より今回の調査の目的に合わせてちょっと報告、させていただこうかなと思ったんですけれども、ただその時にいらしていない方も半分ぐらいですよね。だからその内容もちょっと踏まえながら報告させていただきたいと思います。また繰り返しになりますけれども、自己紹介簡単に言いますと、2005年にですね、韓国から京都にいて、日本に来てもう10年目ですね。京都大学でずっと勉強してて、去年4月に静岡にある常葉大学というところで政治学を教えています。2013年にですね、今まで研究をまとめた李官の企業主義的雇用政策の分岐という本がミネルヴァ書房から出てるんですけれども、もし興味がある方は李官の雇用政策の変化が労働組合の戦略によってどういうふうに違っているのかっていうことにもしご関心があるのであれば、そちらをちょっと参考にしていただければと思います。それでですね、今日の報告のテーマはですね、2014年度の日本政治学会で報告するものなんですけれども、今回の調査目的と合っているかなと思ってこれを報告させていただきたいと思います。それから今日対応してくれる遺産部共同委員長なんですけれども、1時半にですね、他のところで会議が終わってすぐ来るということで、多分おそらく2時半前には到着すると思います。スタッフにはもう先生がいらしたら、いつでも来てもいいので、この先生が来る次第で私の報告が来るという感じで進めたいと思います。それでですね、前もって原稿をちょっとお送りしたんですけれども、それに沿って報告していただきたいと思います。その報告の目的が何なのかというと、最近韓国の直接行動、何かというと、この2ページにあるところが、直接行動をめぐる論争があるんですけれども、直接行動は非暴力的な方法による阻止や拒否を意味するものであり、代理民主主義の下での抵抗手段として認められているということなんですけれども、ただですね、これは政治学者の中でもいろんな論者がいて、どういうふうに見るかっていうのは議論がそれぞれあると思います。とにかくその直接行動が政党システムにどのような影響を与えたのかを分析し、韓国における直接行動の意義と限界を検討することにしたいというのがこの報告の目的であります。研究の背景としてはですね、2008年に韓国では米国産牛肉輸入問題をめぐって、すごい反対デモが起こったんですけれども、それを中心に議論したいと思います。ただですね、それを韓国の事例を見るだけじゃなくてですね、東アジアの文脈でどういうふうに理解するかということで、最近日本では脱原発問題で、官邸周辺のデモがありましたし、台湾でも中国との自由、貿易自由化をめぐって今官邸周辺のデモとかがあったんですけれども、そういうものがですね、どういう意味があるのか、特に東アジア、日本、韓国、台湾はずっと保守政権が続いている中で、政権交代が起こるともっとマシな民主主義ができるんじゃないかと期待してたにもかかわらず、2回、3回も政権交代が起こった後にこういう直接行動が優勢になる理由は何なのか、それを含めてですね、ちょっと議論したいと思います。ということでですね、
特に直接行動というのはアジアだけのものじゃなくて、まあ、先進国の、まあ、現象であります。特に民主主義に対する信頼低下というのはもう先進国共通の問題なので、そういう傾向と、それから保守政党が強い東アジアという特徴を踏まえながらですね、直接行動がどういう意味を持つのかということを少し説明させていただきたいと思います。それでですね、直接行動が何なのかっていうのは、目的が何なのか、つまり公共の利益なのかどうかっていうことと、それからその手段をどうするかっていうことで議論が非常に分かれているものなので、それを全て含めて議論するのはもうここで無理ということで、さっき言いましたように非暴力的な方法による阻止や拒否という定義に基づいて議論を進めたいと思います。すみません、ちょっと喉が調子が悪くてですね。それで日本でもですね、民主党政権があって政権交代があったのに、民主主義の発展本当にしたのか、まあ、そういう議論があってですね、まあ、今民主主義の危機だという話があるんですけれども、それをどう解決するかっていう議論は分かれてるんですよね。大民主主義の中で解決すべきだという議論、小林さんとか日渡さんとかはその、まあ、中心の人で、それから政党政治への有権者の参加を促進する議論として中北さんとかの議論がありました。その人は政党のサポート制とか比例代表制を拡大するという話なんですけれども、ようやく日本でもデモ等の直接民主主義を活性化する議論が必要じゃないかというのは政治学でもちょっと議論立てるようになって、小熊さんとか近衛さんとかが最近出した本があります。それから大民主主義を補完する議論の中でですね、論争があります。